スカートはドイツのカードゲームで32枚のカードを使い3人が勝負に参加するビットのあるトリックテイキングゲームである。19世紀初頭ドイツのンゲン地方の町、アルテンブルクでシャーフコップフ、ロンブル、ドイツ式、ゾーロ、タロックを元にしてできたとされている。スカートの語源はイタリア語のスカーテアやフランス語のイカーターで伏せておくという意味。年頃から ドイツ全土へと広まり、特に、ライプツヒ、ハレ、イエーナの学生の間で流行。次第に賭博にも使われるようになり、それにより、特殊点を倍増させる多くの変則ルールが、加わった。その後ルールを統一する目的から、1886年に、アルテンブルクで、第1回スカート会議が開かれ、ドイツトーナメントルールが制定される。1899年には、 ドイツスカート連盟ドイツチャスケートバーバンドが発足。アメリカではすでに1876年にドイツ移民によりスカートが伝わっており、1878年にはニューヨークで第一回アメリカスカートトーナメントが開かれ、1898年に北米スカートリーグが設立される。トーナメントの開催が増えるに従い、ルールの紛糾点を明らかにする必要から、 1927年、アルテンブルクにスカートルール裁判所が設立される。そこに、ルールの問題点が寄せられ改善されることで、現在のルールが出来上がった。現在のトーナメントで使われているルールは、1999年に、ドイツスカート連盟と、国際スカートプレイヤー協会インターナショナルスコット、プレイヤーズアソシエーションにより定められた。 国際スカートルールインターナショナルスケータードとなんで、ある。トーナメント用、カード52枚のトランプから各数との2から6を除いた32枚が使われる。ドイツで使われるカードは、フランス式とドイツ式があり、フランス式では、キング、クイーン、ジャックがそれぞれ K2 比、ダーメ、ブーベとなる。また、ドイツ式では、K2 比、オーバー、ウンター。 そしてエースの代わりにダウスというカードが使われる。さらに、ドイツ式では、スートが独自のものとなり、クラブはアイヒエルン、スペードはグリュン、ハートはロート、ダイヤはシェレインである。トーナメントでは、クラブが黒、スペードが緑、ハートが赤、ダイヤが黄色に配色されたトーナメントカードが使われる。各スーのカードは、強い方から A、10、K、 D, B, Q、8, 7の順番となる。4枚のブーベは、表記されているスートには属さず切り札スートとして扱われ、強い方から、クラブブーベ、スペードブーベ、ハートブーベ、ダイヤブーベの順番となる。また、カードには次のようなポイントがある。全カードは合計で120ポイント。1999年1月1日から、 国際的にトーナメントで使われているルール。個人でゲームを楽しむ際には、他にクナイペルールと呼ばれる変則ルールが広く、使われている。3人のプレイヤーが勝負に参加する。4人あるいは5人でゲームを行うときは、1勝負ごとに3人のプレイヤーが交代で勝負をする。ディーラーの左隣のプレイヤーがフォアハンド、その左隣がミドルハンド、ディーラーの右隣がリアハンドとなる。 3人で行うときはディーラーがリアハンドを兼ね、4人のときディーラーは勝負に参加しない。また5人のときはディーラーとさらにミドルハンドとリアハンドの間のプレイヤーが勝負に参加しない。ゲームは1勝負ごとに単独プレイヤーと2人の対抗プレイヤーに分かれて進められる。単独プレイヤーはカードのポイントを全ポイントの過半数となる61ポイント以上。 集めることが目的となり、二人の対抗プレイヤーは、それを協力して阻止しようとする。単独プレイヤーは1勝負ごとに、スートゲーム、グラン、ヌルの3種類からその時の手札により有利なものを選ぶ。スートゲーム単独プレイヤーは一つのスートを切り札に指定する。この際4枚のブーベと指定されたスートは11枚で、切り札スートとなる。例えばハートが、切り札の時、 切り札スートは、強い方から、クラブブーベ、スペードブーベ、ハートブーベ、ダイヤブーベ、ハート A、ハート10、ハート K、ハート D、ハート9、ハート8、ハート7の順番。グラン4枚のブーベのみが切り札スートとなる。つまりグランでは、切り札、クラブ、スペード、ハート、ダイヤの5つのスートがあることになる。スートゲームの時と同じく、切り札は、強い方から、 クラブブーベ、スペードブーベ、ハートブーベ、ダイヤブーベで各スートのカードは強い方から A、10、K、D、9、8、7の順番。ヌルスートゲームとグランではカードを61ポイント以上取ることが目的だがヌルでは単独プレイヤーが1トリックも取らないことが目的。また対抗プレイヤーは単独プレイヤーにトリックを取らせるようにする。切り札はなく。 ブーベト1の強さが他の勝負の時と異なり、各数とのカードは強い方から A、K、D、B、1、9、8、7となる。ヌルドはドイツ語でゼロという意味。プレイヤーの席と最初のディーラーは各プレイヤーがカードを1枚ずつ引いて決める。上位のカードを引いた人が最初のディーラーとなり、カードの強い順にそこから時計回りに座る。 カードを配る前に、リアハンドは、カードの山から4枚以上を残し4枚以上を取るように1回カットする。それからディーラーは、左隣から時計回りに3枚ずつ、各プレイヤーにまとめて配り、次に2枚のカードを場に伏せておく。それからまた各プレイヤーに4枚ずつまとめて配り、最後に3枚ずつ配る。プレイヤーの手札は10枚。 ディーラーは1勝負ごとに時計回りに交代する。なお場に伏せて置かれた2枚はスカートと呼ばれる。カードを配り終えたら手札を見て誰が単独プレイヤーになるかを決めるビットを行う。手札と勝負の内容によって計算されるゲーム点を宣言することで行われる。ゲーム点は次のようにトップ、達成点、基本点から計算される。 トップ最も強い切り札であるクラブブーベから連続して何枚の切り札を持っているか、あるいは持っていないかという枚数。例えばクラブブーベとハートブーベを持っている時はトップ1枚ありと数え、スペードブーベとハートブーベを持っている時はトップ1枚なしと数えるが、これらは同じトップ1としてゲーム点に計算される。トップは最小で1、最高はグランの時の4。 あるいはスートの時の11。持っている切り札とトップ達成点トップに足して数える。値で勝負の内容によって決まる。単独プレイヤーがスカートの札を取るスカートゲームか、スカートを取らないハンドで勝負するかにより次のように異なる。スカートゲームシュピールシュナイダーシュバルツハンドゲームシュピール、ハンドシュナイダーシュナイダー宣言シュバルツシュバルツ宣言ウェアシュピールは、 単独プレイヤーが獲得カード61から89ポイントを取ることを意味し、どの勝負の時も数える。シュナイダーは90から120ポイント、シュバリッツは全トリックを取ることである。ハンドの時はシュナイダーあるいはシュバリッツをすることを勝負の前にあらかじめ宣言することができる。さらにハンドの時は主殺を公開した勝負、ウェアができる。 値の高いものはそれ以下のものをすべて含んでいるものとする。つまりシュバルツはシュナイダーを同時に行うことを意味し、ウベアはシュバルツ、シュナイダー、ハンドを同時に行うものとする。達成点の数え方は、例えばトップ2の時、シュピール3、シュナイダー4。基本点どの数とを切り札にするかにより次のように決まる。ゲーム点の計算でトップ1、シュピール2で22点。 トップ3、シュピール4、ハンド5、シュナイダー6、シュナイダー宣言7で70点。ヌルのゲーム点数とゲームやグランと異なり、次のように決められたゲーム点を数える。切り札のないヌルではトップを数えることがなく、トリックを取らないため達成点もないからである。これらは、括弧に示したように数とのゲーム点と比較して、決められている。一人が点数を提示し相手がそれを、受けるか。 パスするという方法で進められる。はじめに、フォアハンドとミドルハンドが行い、勝ったプレイヤーがリアハンドと行う。まず、ミドルハンドが最も少ないゲーム点18からゲーム点を提示できる。フォアハンドがそれを受けた場合、ミドルハンドはそれ以上のゲーム点を提示するかパスをする。どちらかがパスをすると、その残ったプレイヤーに対し、リアハンドはすでに提示されている。 以上のゲーム点を提示するかパスをする。その際、ミドルハンドがゲーム点を提示せず、初めからパスしていた場合は18から提示できる。そして最後までパスをしなかったプレイヤーが単独プレイヤーとなる。得点としてありえない点数を提示することはできない。その際、主殺を推測されないようにするため、18、20、22、23、24、27、30、 のように数字を順番に提示するのが普通。なおミドルハンドとリアハンドがゲーム点の提示を行わないで、直ちにパスをした場合、フォアハンドはゲーム点の提示をすることなく単独プレイヤーになることができる。また、プレイヤーが3人とも単独プレイヤーとして勝負を望まずいずれもがパスをしたときは、その勝負はパスされたことになり、ディーラーは 左隣のプレイヤーに交代し次の勝負へ移る。F はフォアハンド、M はミドルハンド、R はリアハンド。M18 回受ける、M パス、R20 回受ける、R22 回パスリアハンドがゲーム点22で単独プレイヤーとなる。ビットが終わると単独プレイヤーはスカートとして 場に伏せて置かれたカードと手札の中の2枚を交換することができる。スカートを交換する場合、スカートの2枚を手札に加え、手札から選んだ2枚を伏せて自分のそばへ置いておく。この時切り札を含めてどのカードでもスカートに戻すことができる。スカートは単独プレイヤーの獲得カードポイントに数え、またスカートに切り札が入っていた時はトップの枚数に含めて数える。 ハンドスカートを交換せずに手札のみで勝負を始めることもできる。ハンドの場合、単独プレイヤーはスカートを見ずに伏せたまま手元へ置いておくが、勝負終了後は、やはり単独プレイヤーの獲得カードポイントとして数え、またトップの枚数に含めて数える。ハンドは、スカートゲームより達成点が一つ多くなり、より高い点を狙うことができる。さらにあらかじめ、 シュナイダーやシュバルツを宣言することができ、これにより高い達成点を得られる。対抗プレイヤーの獲得カードポイントを30ポイント以下にする自信があれば、シュナイダー宣言、また対抗プレイヤーが一つもトリックを取れないと思う時は、シュバルツ宣言をする。そしてシュナイダー宣言をしたにもかかわらず獲得カード90ポイント以上を取れなかった場合は、 たとえ61ポイント以上取っていても、負けとなり、すべてのカードポイント120を獲得していても、トリックをすべて取れなかった場合は、シュバルツ宣言に失敗となる。ウベア手札を公開して勝負すること。ウベアは、スートゲームとグラにおいてはハンドでなくてはならない。また全トリックを取るシュバルツを同時にするものとし、これは、もちろんシュナイダーも意味する。ウベアを宣言したときは、 はじめのトリックの前に手札をすべて自分の前へ並べておく。その際カードはスートごとに整理し、強さ順に並べていなくてはならない。ヌルでは例外としてスカートを交換してさらにウベアで勝負することができる。ウベアはフランス語でオープンという意味。単独プレイヤーはスカートを交換した後、あるいはハンドで勝負すると決めた後、どの勝負を始めるか宣言をする。 その際、切り札にする数と、または、グラムやヌルという勝負の種類、ハンドにするかどうか、そしてハンドの時は、シュナイダーやシュバルツをするかどうかを明確にする必要があり、例えば、クラブ、ハート、ハンド、スペード、ハンド、シュナイダーのように宣言する。勝負の宣言の後、フォアハンドから、ミドルハンド、リアハンドの順番に、手札から1枚ずつカードを表向きに出していく。 場に出された3枚のカードをトリック、フォアハンドが出すカードのことをリードと呼ぶ。ミドルハンドとリアハンドはリードと同じスートが手札にあれば、それを出さなければならない。2枚以上ある場合はその中から選ぶ。リードされたスートを持っていない場合に限り、どのカードを出すこともできる。最も強いカードを出したプレイヤーがそのトリックを取る。トリックを取るプレイヤーは場のカードを伏せて、 自分のそばへ置いておく。対抗プレイヤーは二人の獲得したトリックをまとめて置いておく。前のトリックを取ったプレイヤーが次のフォアハンドとしてリードを行い、主殺がなくなるまでの10トリック続ける。なお、夜の時は単独プレイヤーがトリックを取った時点で勝負は終了する。残りのトリックをすべて取れると思った時は、その時点で手札を見せてカードをすべて取ることができる。 例えば残り3トリックで、単独プレイヤーは3枚の切り札を持っていて、対抗プレイヤーが切り札をもう持っていないと分かっているとき、単独プレイヤーは主殺を見せる。それに応じて、他のプレイヤーも主殺を見せなければならない。ただし主殺を見せたにもかかわらず残りのトリックを取れない場合は負けとなる。単独プレイヤーはスカートを含めた手札でトップを数えるため、 ビットの時点の手札のトップがスカートによって減る場合がある。例えば手札にハートブーベを持っているときはトップ2枚なしとなるのでハートを切り札に考え30までゲーム点をビットしたとする。ところがスカートにクラブブーベがあった場合はトップ1枚ありになる。このようにスカートによりトップが減った場合をオーバービットと呼ぶ。この場合 たとえ獲得カードが61ポイント以上であっても、宣言したゲーム点30が達成される勝負をしなければ負けとなる。すなわちハートが切り札のシュナイダーを成功させるか、グランで48、またはヌルーベアで46のゲーム点にすることで、オーバービットを解決しなければならない。逆にスカートによりトップが増えた場合は、勝てばビットで宣言したゲーム点以上の得点となる。 例えばクラブブーベを持っているときはトップ1枚ありとなるのでクラブを切り札に考え24までビットをしたとする。そしてスカートにスペードブーベがあった場合トップは2枚ありとなるので勝負に勝てば36点が得られる。スカートの交換を行った後宣言したゲーム点の獲得ができないと考えたときは手札が少なくとも9枚あるうちは交参することができる。 ただし、降参の理由は、オーバービットに限る。トリックを行わない時でも、降参の際は同時に、勝負の宣言する必要がある。勝負の種類により、失点が決まるからである。単独プレイヤーの獲得カードが61ポイント以上あれば、ゲーム点が得点となる。61ポイントに満たない時、あるいはシュナイダー宣言やシュバルツ宣言に失敗した時は、 ゲーム点の2倍が失点となる。降参した場合の失点も同じくゲーム点の2倍である。オーバービットで勝負をして負けた場合は、ゲーム点がビットの1000元以上になるまで達成点を加えて計算する。単独プレイヤーが勝った場合、切り札はハートトップ3のハンドゲームでビットしたゲーム点は40、獲得カード95ポイントあったとする。トップ3、シピール4、 ハンド5、シュナイダー6と数え、ハートの基本点が10なので、60イコール60、ビットした以上の60得点。単独プレイヤーが負けた場合、切り札は、クラブ、トップ2でビットしたゲーム点は 18, 獲得カード61ポイントに満たなかったとする。トップ2、シュピール3クラブ12イコール36,2倍の72失点。もしこれがハンドならば、トップに シュピール3、ハンド4、クラブ12イコール48、2倍の96失点。さらに対抗プレイヤー2人の獲得カードが90ポイント以上だった場合は、トップ2、シュピール3、ハンド4、シュナイダー5で1 2十失点。オーバービットで勝負して負けた場合、ビットしたゲーム点が60で、スカートを含めると、トップ1、グランの勝負。 獲得カードは61ポイント以上90ポイント未満だったとする。トップ1、シュピール2グラン24イコール48となり、ビットしたゲーム点より少ないので負けとなる。この場合トップ1、シュピール2、オーバービット3で324イコール72点と、宣言したゲーム点より多くなるまで達成点を加え、その2倍の144が失点となる。 なお獲得カード61ポイント以下の場合でも同じ失点となる。降参する場合。ハートブルベが手札にあったのでクラブを切り札に考え、ゲーム点30までビット。しかしスカートにクラブブルベがあったためオーバービットを理由に降参する。同時に勝負の宣言が必要となるが、クラブを宣言した場合は、トップ1、シュピール2、オーバービット32イコール36。 その2倍の72失点。この場合は30までしかビットをしていないので、ハートを宣言して60失点で降参できる。スカートでは次の行為が禁止されている。トリックにおいて、リードで要求されているカードを出さなかったことが、指摘された場合すぐに勝負は終了し、間違ったカードを出したプレイヤーの負けとなる。ただしその時点の獲得カードポイントで、すでに勝負が決まっていたときは、 それにより勝敗は変わらない。つまり要求されたカードを出し間違えた時点ですでに60ポイント以上、カードを獲得していれば、間違いにも関わらず勝つことになる。1ゲームに30回から48回の勝負を行い、勝負ごとの得失点の合計と勝ち負けの数から、計算した総合得点を競う。3人のゲームの時の計算方法は次の通り。4人の時は、 対戦プレイヤーの負けた勝負数に40ではなく30をかける。勝ち負け数を計算に入れることで、1勝負で大きな得点をするよりも少ない得点でも数多く勝つことが評価される。1勝負ごとに単独プレイヤーの得失点は次のような得点表に記入する。左の欄には勝負ごとの得失点を書き入れ、プレイヤーの欄には それぞれのプレイヤーのそれまでのゲーム点を合計して記入するトーナメントの得点表ありがとうございます。